ともやさん、黄色の海ってあると思う？私、きっとあると思うの。失敗しないように努力するのは間違っているんでしょうか？確かじゃなくて、間違いなく大学生よ。頭にビューリホーがつくね。絶対諦めたくないものだってある。あるんだって。ケン君、気づかせてもらった。私もずっと、私離れたくない。ここにいたいの。私の場所だから。そんな、突然謝られても困るよ。私を甘えさせるのも上手だから。会いたくて我慢できなくなっちゃうの。ともちゃん、ともちゃんの、ともちゃんの、おまじないするために吊るすんだよ。告白の橋も